この問題は室蘭市高砂町1丁目のガソリンスタンドからガソリンが地中に漏れ周辺の19世帯の水道水からガソリンに含まれる発がん性物質ベンゼンが検出されたものです健康調査では4人がベンゼンを体内に取り込んだ可能性が高くさらに1人が慢性骨髄性白血病を患っていたことが分かっています昨日の説明会では、 2020年10月からおよそ2100リットルが漏えいしていたと推定されると説明しました市は今後健康調査の結果を踏まえながら住民への対応を行っていくとしています